リラケアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちら女性のための足美人塾という本を参考に、足の冷え、むくみ、乾燥、変形、疲れ、だるさ、さまざまな不調を改善予防するための体操とマッサージをご紹介します。たくさんありますので全部を一度に行わなくても結構です。部分部分を気になったところを、取り入れてみてください。まず両足に軽くワセリンを塗ります。次に指をこうしてグッと握って、この関節の出っ張りを出します。そしてこの出っ張り部分を指先の方に向かって伸ばしていってください。こういう形ですね。反対も行います。出っ張りを出して、その出っ張りを沿って指を伸ばします。次は足の指を前後に動かして、この股の部分を広げるようにします。それぞれの指を前後に交互にこのように開くようにしますね。結構足先が冷えてる方は痛いと思いますが、そういう方ほど丁寧にやってください。反対も縦から見てこういうことですね。こういうふうに指の間を前後に開くようにしてください。次に今度は横にそれぞれの歯間を広げます。小指と薬指、薬指と中指、中指と人差し指、人差し指と親指をこういう形で開いてください。すごく痛い場合は無理しないでください。ちょっと痛いぐらいまではやった方がいいです。左右を行いますね。しっかりと
ように広げます。根元部分がしっかり広がるようにグッと開いてください。次は中指の付け根を両手の指で押しますね。グッと。前にも紹介したことがありますけれども、中指の中心が筋膜に働きかけることですとか、歪みの調整点になるということもあります。ここを両方グッと押します。左右を行いますね。痛いですけれども、痛すぎないぐらいで根元をこのように両手で押してください、はい。まあ、足の刺激は基本的にちょっと痛いぐらい強めにしっかりと行った方がいいですね。ソフトにやって、あの表面を撫でるというのはリラクゼーションにはなりますけれども、変形の予防改善ですとか、老廃物を押し流すというような意味合いでやるためには、しっかりやや強めに押し込んでいく方が効果が出やすいと思います。こういう形でグッと強めに押し込んでください。次はですね、この出っ張り部分をそれぞれ開いていくようにしますね。この結構ここがぐーっと狭くなってしまっている方がいらっしゃいますので、足のアーチを作るためにもですね、ここを広げるようにしますね。出っ張り部分に手を当てて広げるイメージで行ってください。この関節の横アーチを作るのが目的です。このアーチですね、こちら側も指を当てがって足を作るように、開くようにほぐします。こちらもこういうふうに手を当てがって、横に開いていくような気持ちでほぐします。
こちら甲側からだけではなく裏も同時に挟んで開いていく、骨があるイメージを持ってやっていくといいですね。次にこちらのももに足を乗せて手の指をかませますね。左右に振ってください。このようにしてほぐしてください。そしてももの上に乗せた足にこちら側の指をしっかりと組んでこうして振ります。こういうふうに手をもう片方の手を添えるとより効きますよね。指の刺激になります。今度は手だけでなく足の方でもグッと絡ませ合うようにして抱き合うようにぎゅーっと握り合ってください。ぐーっと力を込めて両方の 手と足に力を入れてぎゅーっとグッと握り込むようにします。ぐーっとしばらくこのように絡み合わせてください。反対も握り合いますね。強く組んでください。こういう形ですね。そのまま今度は足首を回します。反対も行います。次に足裏のつぼ押しを行っていきます。足の裏を あちこち押していって痛いところがあればそこを深くゆっくり押すようにしてください。この土踏まずのところはあまり強く押さないように気をつけてください。本来土踏まずは地面に触れる部分ではありませんのであまり刺激を与えると炎症を起こすことがあります。反対も行います。
次に足の甲のマッサージですね。両手で拳を作って、ここでこういう感じで足の甲の、の指の間ですね、の歯間の溝を汚れを取るような気持ちで一回ほぐしてください。何回も行います。気持ちいいです。気持ちいいぐらいに、痛気持ちいいぐらいで行ってください。次に両くるぶしをこのように、この部分とアキレス腱の方ですねを、こういう形でマッサージします。くるぶしのところは骨盤や生殖器に関わりがあるとされているところです。生理痛のある方とか腰痛のある方とか
男性であれば精力増進などに効果があります。痛いところなのでストレスにならないぐらいに軽く行ってください。痛気持ちいいぐらいの刺激でソフトに行うだけで大丈夫です。次はこのように指を交差させてしっかり握って絞るようにして上に上げます。次はこういう形で下から上へ絞り上げていきます。すねとふくらはぎにそれぞれ手を置いてねじるようにして絞るように下から上へ。手を入れるようにして背裏を行ったら膝上までマッサージしてください。次につま先立ちのエクササイズですね。最後になります。壁などに手をついてなるべく高くかかとを上げます。で下ろします。これを50回から100回行います。で安定が良ければ壁に手をつかずに行ってももちろん大丈夫です。それで、もっと余裕があるようだったらつま先立ち歩きをされるといいですね。お腹も引っ込みますしバランスが良くなりますのでつま先立ち歩きも余裕があればやってみてください。なるべくかかとを上げるように意識して重心をまっすぐにする意識も持っていればなおいいですね。以上です。ありがとうございました。